そして幕府は鬼族を脅威とみなし、鬼退治に武士を送り出す。激しい戦いの末、無行府の武士は暗鬼を討伐。また、俺台本間違えたか。その、とにかく人間と鬼族のわだかまりは解け、共に暮らすようになった。おかしいな。芝居っつうのはこうやってエンジンだよ。やっぱり役者は俺ら荒滝派じゃないと。素晴らしい演技でした。しかし天領奉行の者がもう来ていますね。奴らを捕らえろ。え？